どうも、チョロです。ポケガの PVP の動画をやっております。今回はですね、PVP の動画なんですけれども、その前にね、ちょっとご報告がありまして、博士ピカチュウをね、撮ることができたんで、まあ、その様子を、ね、見せていこうと思うんですけれども、このお披露目の景品っていいですよね。まあ、毎回まあ、1位取るたびに、多くてね、6個ぐらい有料アイテムもらえるんですよね。もうそれだけでもすごいいいので、まあちょっとね、まあ博士ピカチュウ取れたんで、まあ少し休みながらやろうとは思うんですけれども、まあ今後もね、まあちょいちょい1位取っていこうと思ってるんですが、博士ピカチュウって結構ね、取るの苦労してると思うんですよ。もちろんね、地域差があるもんなんで、なかなかね、取りづらい地域と、まあなんだろう、まあ取りやすい地域があると思うんですけれども、1位を取るためにこんなことをしたみたいなね、動画って需要ありますかね？なんかそういう需要があるのであれば、なんか、動画でも作ってね、こんな風にやって、まあ、1位をね、積み重ねていったっていう感じのね、動画を作っていこうと思うんですけれども、まあ、地域差があるんで、需要ないのかな？まあ、もしね、なんだろう、興味があったら、まあ、コメントとか残してもらえたら、こういう風にやっていったっていうね、動画を作ろうと思うので、まあ、コメント残してもらえるとね、助かりますというか、まあ、やっていこうかなと思います。というわけでね、気を取り直して GBL やっていこうと思うんですけれども、スーパーリミックスなんですね。なんか、今週か。私、スーパーリミックス先週潜ってないんで、環境全然わかんないんですよ。なんかね、噂によるとエモンガが強いみたいな話を聞いたのに、ちょっとエモンガ使ってみようかなと思って、まあ、パーティー適当に組んだパーティーですね。で、まあ、初手なんですけれど、こちらアロキューで、シャドウオールキューで、相手がヌオーですね。これ嫌ですね。ストレッチ一発で多分ぶっ飛びますよね。相手が結構溜めていってるんで、どうしようかなって感じではあるんですが、撃ってこないですね。これ撃ってこないってことあれなのか、泥爆弾。いやでも、ストレッチ覚えてるよな。多分環境的に覚えてておかしくないと思うんですよ。ただまあ撃たれるのも尺なんで、これ変えていこうかな。ここらで闇波投げていけばと思ったら撃ってこなくて出てきたポケモンペリッパーだったんですけれども、これ、これあれかな、逆に撃たなくていいんじゃないかな。これなんかやられちゃいましょうか。なんかやられてエモンガで危険作った方がなんか美味しそうな気がするんですよ。なので、あえてもう、技打たないですね。これも技打たないで、やられていこうかなと思います。技打たないでやられていって、で、エモンガでガン来てもらって裏を見ていく。ヌオをあれでこうやってれば多分ね、もういけると思うんですよね。ピンクショックで。なので、まあ、ここはもうエモンガ投げていって、ここでガン来てもらっていって、起点っていうか、なんだ、ゲージ溜めさせてもらって、まあ、やっていけば、結構戦えるんじゃないかな。アロキューも HP いっぱい残ってますしね。で、A 体手がここでウェザーボ打ってくるんですが、半分ぐらいかな、おそらく。あ、結構入りますね。やっぱエモンが柔らかいな。で、まあ、電気ショックだけで倒させてもらって、で、まあ、ヌオーよりは、攻撃で上取れてるはずなんで、まあ、ここで打っていけばね、まあ、何出てくるかちょっと見てないんですけれども、まあ、とりあえずこれで、シールドハクスがダメージっていうところ迫っていけると思うので、まあ、やっていったんですが、ヌオー出てきてましたね。で、相手がまた打ってくるんですけれども、これ受けちゃっていいんじゃないかな。これ、ストエッジだったらやられちゃうんですけれども、アクアテイラだったら多分耐えますよね。で、まあ、これ耐えてもらって、で、あ、やられましたね。で、出てきたのがリザードンだったんですけれども、これいけんじゃないかな。リザードンは別にこっち、ブラストバー当てなきゃ勝てないですしね。まあ、シールラード1枚取ってるんで、これもゲージ2発溜めてしまえばいけますね。で、まあ、これブラマン溜まってるので、まあ、シールド貼っていって、で、ウェザーボール打っていくんですけれども、まあ、シャドウですし、まあ、この後相手打てるとしたら、まあ、もう一発ドラゴンクローなんで、それ受けてしまって、で、ヌオーの HP あれだけだったらもう粉雪で倒せるので、まあ、勝ちは確定したかなと思います。だけど一発打っていって、で、相手がここでドラクロ打ってくるかな。まあ、ドラクロ打ってくるんですけれども、これは受けちゃっていいです。ヌオーが溜め引きしてるんで、むしろこれはね、シールド残しておかないとまずいんでね、まあ、受けていって、で、ウェザボ打っていくんですけれども、まあ、これで、相手が受けてきて、あとは粉雪で倒していって勝ちってなるのかな。だけど打っていったんですが、相手諦めましたね。そうですね。対戦ありがとうございました。環境がわかんないんでね、もう一週間潜ってる人たちについてきてないんですけれども、まあ、とりあえずね、エモンがね、犬のパーティーでこんな感じのパーティー組んでみたんですが、ね、このパーティーはね、5分ぐらいだったかな。めちゃめちゃ勝てたって感じじゃないんですけど、ちょっと勝ち越せたぐらい。というのもね、たまたまだったのかわかんないんですけれども、こんな感じでね、初手鋼がめちゃめちゃ多かったんですよ。まあ、ドータ君もそうですし、あと、まあ、一番多かったのがナットレイかな。まあ、ナットレイ、あとエンペルト。あと、あいつも言いました、ジバコイル。本当になんか鋼が多くて、アロキューが全然刺さってなくてね、かなり困ったんですけれども、まあそれでもね、結構まくれたんで、まあまあではあったんですが、ただまあね、ちょっとね、タイミング的に良くなかったかな、まあ一週間もスーパーリミックスやってる人だって、もう環境わかってるじゃないですか。
で、さらになんかもう、なんだろう、まあ、どんなポケモンが出てくるか分かってると思うんですけれども、ちょっとたまたまね、初手アロキューが今刺さってない時期だったのかなと思いつつね、やってたんですが、まあでもね、まくれたはまくれたんで、何回かね。なので、まあ悪くはないのかなと思ってるんですけれども、ただね、まあ改良の余地ありますね、まだね。うん。で、まあやってて思ったのが、エモンガはね、強かったっす。正直。このポケモンは相当イケてった印象ありますね。相手がこれぐらいから投げてきたので、まあ、アロキュー投げてくんですけれども、これはもうあれですね、そのままアロキューで突っ込んでいっちゃっていいですね。で、穴掘られるんですが、まあ、やられないんで受けていって、で、おそらく銅太くんがね、戻ってくるのはそこにはね、まあ、やめらみ合わせていくことになるんですけれども、うん、あ、結構入りますね、やっぱり。まあ、あとはこの駅で持っていって、で、あとはやめらみが通ってるかどうか問題になるんですが、どうだろうな。まあ、ラスト次第でもあるんですが、まあ、ここは当然銅太くん出てきますよね。うん、相手の銅太くんまだ HP 黄色ぐらい、うん、残ってたはずなんで、うん。で、まあ、闇波投げていった相手が技打ってくるんですけれども、まあ、もうシルル1枚残ってないんで、1枚しか残ってないんで、これはもう受けざるを得ないですね。で、まあ、打ってきたのがね、サイコショックだったんで、これはもう OK ですね。で、相手引いてくんのかなと思ったら引いてこなくて、そのまま突っ込んできて、闇波重いのかな、むしろこれ起点にされちゃうから、引いた方が良かったと思うんですけどね。で、最後出てきたのが、ニョロボンということで、あ、ニョロボンもできんじゃないんですね。うん、ニョロボンも、スーパーリーグで相当いたと思うんだけどな、10人以外って何が、敵になってるんだ、むしろ逆に聞きたいぐらいですね。うん、で、まあ、恩返し当たったんで、これはもう勝ち確ですね。ここでイカサマ打っていけば相手がシールド張るか張らないか、でも張ったら張ったり、その後ね、アルキューがゲージ溜まって後ろに下がってるんで、こっちも張りながら戦っていけば勝ちは確定ですかね。というわけで、相手も諦めましたね。大戦ありがとうございました。一応ね、今回の試合がね、エモンガーのつもりなんですけれども、どうだろう、エモンガー活躍してます今のところ。まあまあ、まあまあって感じですかね。で、まあ次の対戦なんですが、相手がジバコユリということで、本当にね、鋼が多くて、ちょっと参ってますね。で、まあここでエモンガー投げてったんですが、これに対して相手がどういう動きをしてくるかなんですけれども、まあ先打てたんで、とりあえず、打っていくんですが、相手シャドウですし柔らかいんで、結構ダメージ取れるんじゃないかな。エモンガー火力ありますしね。うん。で、半分持っていけるんですね。うん、なら悪くないのかな。で、相手がここで、まあ、ワイブルレだったら一発でぶっ飛んじゃうんで、まあ、悩みどころではあったんですけれども、まあ、張りましたね。まあ、相手は張った打って下げるっていうのが、まあ、基本なのかなと思ったんですけれども、まあ、ここでミラショだったんで、まあまあ悪くないから、それなら。で、アクロバット打ってるんで、まあ、それ打っていって、で、これで闇波にダメージ取れるかどうかって感じなんですけれども、シールド残ってるんで、張ってくるんじゃないかな。あ、受けてきましたね。これ受けて、あ、でもそうか、まあ、ここ、相手シールドR 取って、まあ、もう、あれか、エモンが倒していって、で、自爆小指にシールド残して動きの方が丸いのか。ちょっと嫌ですね。で、まあ、ここには、アロキュー投げるしかないのかな。闇波投げると、イカサマ撃たれちゃうと思うので、まあ、アロキュー投げていって、相手にゲージを吐かせて、で、自爆小指は、闇波とかでなんとかするしか、ちょっと道はないのかなって気はするので、やっていくんですけれども、まあ、でも、ここもイカサマ撃たれますよね。まあ、しょうがないですね。これでパワージムとか覚えてたらちょっとやばいんですけれども、まあ、覚えてないでしょう、きっと。で、打ってきて、で、この後なんですが、まあ、磁場コイルが戻ってくるでしょうね。で、まあ、磁場コイルが戻ってくるので、そこには、粉雪じゃないや、一応ウェザーボールっていくのかな。半分ぐらいダメージ与えてるんで、結構取れると思うんです。相手シャドウですし、こっちもシャドウですし、耐性があるとはいえ、相当持っていけると思うので、まあ、おそらく張ってくるんじゃないですかね。で、張ってこないですね。これ張ってこないのか。じゃあチャンスだな。ここで闇波投げていって、で、相手が引いてきましたね。で、最後引き先が、ちょっと嫌なの来ましたね。シールドが2枚残ってるんだよな。ポルターガイストこいつ覚えてるじゃないですか。ポルターガイスト相当入ると思うんですよ。闇波に対して。これちょっと厳しいですね。で、まあ、とりあえず相手もイカサマ大ダメージなので打っていくんですが、これポルターガイスト溜まってますよね。ちょっと今回数数えてなかったんですけれども、張らざるを得ないかな。で、張ってったらまあ、ブラフでしたよね。ということは次のポルターガイスト打たれてしまうのか。これ厳しいですね。まあ、でもとりあえず、まあ、シールは剥がせるのはシール剥がしていって、で、ポルターガイスト耐えないよな。闇波。耐えないだろうな、この HP だと。ちょっとポルターガイストは大技なんで、ちょっときついっすね。だけど相手にここで撃たれていって、で、こいつをね、なんだ、アロキューで倒せるかどうか問題になってくるんですけれども、まあでもここでポルターガイスト撃ってくるってことは、次はもうレートパンチしか間に合わないと思うので、ここでちょっと起点作ってやるしかないっすね。あとは磁場コイルがミラショを貯めて下げたかどうかってラインになってくるんですが、どうだろう、貯めたかな、ギリ溜まってない気がするんだよな。ちょっと回数数えてなかったんですけれども、で、相手がレートパンチ打ってきて、で、あれですね、磁場コが出てきて粉雪で倒すことができたんで、これ良かったですね。名残の粉雪ですね。で、ここでウェザーボールを打っていって、まあ勝ちかな。ちょっと危なかったですね。今ウェザーボール打ちかけてたんで、まああれだったんですけれども、なんとか勝ちきれましたね。対戦ありがとうございました。
スーパーリミックスって何が強いんですかね、なんか教えてもらえると助かるんですけれども、まあ、エモンガーとりあえず良かったんで、まあ、悪くないのかなと思ってるんですが、で、まあ、次の対戦なんですがね、相手が、のしかかりマン、欲張りすということで、どうだろう、のしかかりで半分ぐらい持っていかれるのかな、アロキューだと柔らかいから持っていかれてもおかしくないと思うんですけれども、まあ、でもそれはそれでいいかな、対面は別にいらない気はしますね。なんかエモンガーで起点作れそうな気はするので、をやってしまえばなんとかなるのかなと思ってるんですけれども、まあ、相手の方が回転は早いので、どうだろうな、こののしかかり受けてみて考えようと思うんですが、多分ね、確定2発ギリギリ取られてないと思うんですよ。多分ギリギリ取られてないですね。そうですね、取られてないですね。であれば、まあ、起点もらえるぐらいの感じにはできるのかな、あるいはシールド1枚剥がせるぐらいな感じにはできるので、まあ、悪くはないのかなと思います。で、相手がここでのしかかってきて、で、こっちもね、ちょっと起点作ってから、ウェザーボールって言ったんですけれども、まあ、耐えるんで相手も張ってこないんじゃないかな。で、まあ、そこでダメージ取っていった後は、起点をもらうって感じですかね。で、これ相手先打たないと倒されちゃうから打ってくんのかなと思ったら、ここで出てきたのが、ニョロボっぽいですね。どうだろう、ニョロボっぽかったよな。今、ちゃんと見てなかったんですけれども、まあでも、もうこれもう変えられなかったね。まあ、私、このヨザルですね。このヨザルだったら悪くないですから、闇ら気味でいけると思うので、まあ、どんどん削りていって、で、シャルボさえ食らわなければ OK なんでね、技の回数だけしっかり数えていって、で、まあ、これはもうシャルボ溜まってるんで、まあ、シルル貼っていって、あとは、シャルクロだけ持っていくって感じですかね。で、欲張りスはもう HP 残り少ないですし、闇ら気味一発で倒せるような技はないので、まあ、3匹目次第なのかな。で、3匹目何が出てくるかなんですが、ここに欲張りスは投げてこないと思うんですけれども、出てきたのがバルジーナでしたね。バルジーナ投げてくるのか、ここで。なら恩返しまで頑張ればよかったかな。まあでも、悪くはないかな。で、まあエモンが投げていって、で、悪の波動は一発は耐えると思うので、まあそれは耐えてもらった上で予想を見ていこうと思うんですけれども、どれぐらい入るだろう、半分ぐらい持っていかれちゃうのかな。まあエモンが柔らかいポケモンなんでね。結構ダメージ受けちゃうと思うんですけれども、あ、半分ぐらい持っていかれるっすね。これはちょっとね、大ダメージでしたね。で、まあ、ここで放電打っていって、これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、一発が受けてくるんじゃないかな。どうだろう、あ、張ってくるんですね。じゃあ、こっちも張っちゃおうかな。張ってちゃんと放電にダメージ取りたいですね。そうしないとちょっとバルジーナ倒せなさそうなんで、あ、張るまでもなかったっすね。相手、どうだろう、今ゲージ、今ちょうど溜まったくらいか。で、まあ、ここで放電打っていって、で、まあ、ダメージ取れたんで、あとは恩返し当ててしまえば OK なんじゃないかな。で、相手がここで悪の波動打ってくるんですけれども、もう闇波に託していこうかな。闇波の HP あれだけ残ってれば爆破も一発耐えますし、まあ、噛み砕くだと思うので、なんだ、あいつが噛み砕くでしかダメージ取れないと思うので、なので、まあ、悪くないですね。ここで恩返し当ててしまえば勝てますね。で、相手が恩返しを、交代してくると思ったんで、まあ、打たずにね、溜めていって、で、まあ、のしかかってくるのかな。そうですね、のしかかってきますね。シャドクロだけで持っていっちゃっていいかな。噛み砕くもギリ耐えると思うんだよな。耐えますね、これだったらきっと。で、なんだ、バルジーナが戻ってくるので、まあ、そこに恩を返していって、こちらの勝ちですかね。この HP だったらさすがに持っていけるんじゃないかな。持っていけましたよね。そうですね。対戦ありがとうございました。今のバトルはっきりとエモンガが頑張ってくれましたね。エモンガ多分、どうだろう、普通のスーパーリーグで使っても強そうな気がしますね。なんか環境的に。で、まあ次の対戦なんですが、ナットリということで、ほんと鋼多いっすよね。これなんか適当にね、勝った試合、まあ5試合引っこ抜いてきただけなんですけれども、まあ5試合引っこ抜いてきて3回鋼タイプ初手当たってるじゃないですか。まあ相当きついんですよ。相当きつかったんですけれども、まあなんとかまくれたんで、なのでまあやっぱりまあ裏のポケモンがそれなりに良かったのか、たまたまタイミングが良かったのか、まあちょっとわかんないんですけれども、まあでも、まあやってて思ったのがエモンガが強かったっていう、まあそれだけですかね。まあ、アクラバット打っていって大ダメージ取るんで、ダメージ取っていって、で、この後ストレッチ食らうとやられちゃうんで、まあ注意が必要なんですけれども、ここアクロバット打っていきましたね。これで張ってこなければ倒せるので、どうだろう、まあでも張ってくるかな、さすがに。張ってくると思うんですけどね。ヌオー、ね、回転早いんで、しっかり、技打ちたいじゃないですか、相手の心理として。で、まあ、ここで相手がストレッチ打ってくるんですけれども、どうだろう、張っていきましたね。まあ、ストレッチはさすがに食らえないですよね。まあ、シールド2枚剥がされちゃったんですが、放電打っていけばおそらく、交代時間もあると思うので、まあ、これ放電打ったら闇波投げていこうかな。これで相手がおそらくシールド貼ってくるはずなんで、まあ、シールド剥がし合って闇波投げていけば、あれですね、来てもらえるんで、まあ、相手のストレッチをこれで交代していって、あとは裏しないって感じですかね。ただちょっとナットレイが重いっすね。ナットレイ、どうしようかな。どうやって倒していこうか。まあ、悩みどころではあるんですが、あ、ここでナットレイすぐ戻してきましたね。で、まあ、イカ様一発打てるんで、まあ、それでダメージ取っていって、パワーアップでやられちゃうんですけれども、ここに対してどうしようかな。アクロバットマン投げようかな。
エモンが投げちゃっていい気がしますね。うん。なら、まあ、エモンが投げていこうかなと思います。だけでも突っ込んでいって、で、まあ、相手も打たれる前にここで打ってきますよね。まあ、当然ですよね。で、このパワーイップでやられていって、で、相手の技次第ですね、パワーイップと雷かパワーイップとミラーショットから変わると思うんですけれども、ミラーショーなんじゃないかな、おそらく。うん。あ、でもミラーショー、あ、でもここであれなのか、粉気を投げていったのか、先打てんのかな、これ。ちょっと微妙なラインだと思うんですけれども、打たれちゃいますよね、これパワーイップ。まあ、ミラーショーでもどっちでも、まあ、どちらにしろ一発は耐えるのか。で、まあ、耐えてもらった上で、あれですね、まあ、粉雪だけで倒させてもらって、ギリギリいけましたね。で、ヌオーがゲージ溜まってるんですけれども、これも打たないとダメですね。溜まってるの分かってるんで、まあ、こっちも2発溜まってますしね、先制できるはずなんで打っちゃっていいと思います。というわけで、まあ、ウェザーボールっていくんですけれども、これ迷ってるってことは、多分ね、相手ヌオーと、裏これ、グライガーですね、きっと。グライガーじゃなければ多分出してきてるはずなんですよ。こっちの粉雪を受ける術がなくて、粉雪じゃない、ウェザーボール受ける術がなくて、まあそんな感じで迷ってたんで、うん、多分そうだと思います。で、まあ実際最後出てきたグライガーだったので、これはあれですね、いただきですね。うん。まあエモンガが本当頑張ってくれましたね。うん。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。うん。なんかエモンガね、すごい久しぶりに使いましたね。いつ以来だろう。飛行カップ以来なんじゃないかな。飛行カップって相当昔ですよね。飛行カップの時は輝いてたポケモンなんですけれども、うん、今回なんすか、スーパーリミックスで使ってみて、まあ強かったっすね。うん。多分ね、グライガー相手にも、それなりに戦えると思いますし、技全部今一つ受けられるのかな。辻斬り以外は今一つになると思うので、うん、まあそれで受けられますし、うん、まああと、あれですもんね、マンタインとかも一定数いて、まあこのヌザルとか、んで、まあニョロボンとかもいるのかな。うん。そこら辺が多いので、うん、エモンが出しておけば、割と戦えましたね、そこには。うん、で、まあ、大平もね、結構いたんですよね。うん、で、まあ、大平回転速くて、あいつ一発で大ダメージ取ってくるんで、なんか、シールハリハリ勝負すると、なんか負けるような感覚はあったのかなって気がするんですけれども、うん、まあでも、まあ、うん、やってて、そうですね、エモンが相当強いポケモンでしたね。てか、もう電気ポケモンがいい感じで刺さるのかな。まあ、あと噂に言うと、ライチュウなんかも強いみたいな話で、うん。だったんですけれども、まあ、機会があればちょっと使ってみようかなと思ってるんですが、うん、ただまあ、最初に言った通り、スーパーリミックス、うん、今回初めて僕だったんで、もう一週間経ってるんですけれども、環境全然わかんないんでね、まあちょっとあれだったんですが、まあ、鋼が多かったっすね、初手に。ジバコイルにしろ、なんだ、ナットレイにしろ、なんだ、エンペルトにしろ。まあ、今回本当は鋼が多くて、まあ、初手アロキューがね、だいぶ困ったことになったんですけれども、まあ、それでも今見ていただいた通り、このパーティーで、まあ、一応勝ち越せたって感じなのかな。うん。出し負け多かった割には勝ち越せたんで、そういった意味ではね、うん、まあまあ悪くないパーティーだったのかなって気がします。やっぱ環境がちょっと変われば、もう少し刺されやすくなるのかな。うん。まあ、そんな気はしてるんですけれども、うん。ただ、もうちょっとね、パーティーの構成の考える余地はありそうな気がしますね。うん、一応ね、私の考えでは、なんだろう、まあ、グライガーとマンタインと、ね、このヨザルあたりが多いのかなと思って、まあ、それだったらここら辺のパーティー組んでおけばいいのかなと思ったら、全然そんなことなくて、ほんと鋼が多くてね、困ったんですけれども、まあ、でも鋼が多いってことは逆にあれなのかな。草ポケモンとか出しておけばなんとかなるのかな。うん、それこそナットレとかがいいのかな。うん、ナットレとかがなんか環境に刺さってるというか、まあ多いような気がしますね。まあ実際多かったしな。うん。で、そうなってくると今度炎ポケモンが刺さってくるのかなって感じがなるので、まあそれこそ、まあ動画でも紹介したアチゲータとか、うん、面白いのかなって気はしないんですけれども、うん。あとはそうだな、まあ最近ちょっと使ってないんで、まあ使ってみたいなと思ったポケモンでギャロップですね。ギャロップ好きなんですよね。刺さった時の、なんだろう、爽快感というか、うん、一匹でパーティー反壊させるような、うん、まあでもちょっと環境的に厳しい気もするんですけどね、水ポケモン多かったんでね、うん、まあそこら辺はちょっとね、おいおいね、まあ今週いっぱいはスーパーリミックス潜るしかないんで、マスターリーグちょっとね、ポケモン揃ってないんで潜れないんで、うん、なのでまあちょっとね、スーパーリミックスで頑張っていこうと思うんですけれども、うん、何かね、まあいいパーティーとか、このポケモン強いよっていうポケモンがいたらね、教えてもらえるとね、助かりますね。はい。というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。